その遺跡が見つかったのは偶然だった。少なくとも人々はそう思っていた。時は後世の歴史家から黄昏の時代と呼ばれる一時代の幕開けである。アスロイト王国とバイレステ共和国という二大国の国境線の山脈を大地震が襲う。そして山岳部族の一人の老人が鈍い光を放つ奇妙な石を発見する。その石の放つ光は老人や隣人たちの怪我や病気を癒し、何人かの命をも救った後、光を失いただの石ころと変わる。それはまさに神話や伝承に描かれている不老不死の至宝、アザレの石そのものであった。その噂は瞬く間に大陸中に広がった。そして二大国の指導者も初めは半信半疑ではあったが、その地の発掘を命じた。こうして太陽帝国の首都アスラファエルは1万年の時を超えて人々の前に姿を現した。遺跡は尽きることのない泉のごとく、二国の指導者とその国に富を与え続けるかに見えた。しかし発掘が始まってわずか3年目のある日、突如として魔物たちが遺跡に出現する。今まで誰も見たことのないこの異形の生物は発掘に携わっていた人々を喰らい、派遣された二国の軍隊をも壊滅させる。長い平和に慣れすぎた二大国の指導者はこれに怯え、その遺跡の入り口を分厚い城壁で取り囲み封印した。しかし数年後にはその城壁の中に小さな町ができている。魔物の恐怖は人々の記憶に鮮明に残っているにもかかわらず、魔物の徘徊する地下遺跡を目指す冒険者は絶えなかった。ある者は富と名声のため、ある者は不老不死の至宝アザレの石のため。そして地下遺跡は魔物と冒険者たちの戦いの場所となった。